ルソン島、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 フィリピン語、ルソンは、フィリピン諸島のうちで、最も面積の大きな島。面積はおよそ10万 4688km、フィリピンの総面積の35%を占め、世界で17番目に大きな島であり、世界で4番目に人口が多い島でもある。首都、マニラやフィリピンで、最も人口が多いケソン。 およびそれらを包括する首都圏メトロマニラが同等に所在しており、フィリピンの政治、経済で特に重要な位置を占めている。島の主要部は大体長方形で、その南東に長いビコル半島が伸びている。島は最長部で南北の長さがおよそ7 4 0トル、東西の長さがおよそ2 2 5トルある。 マニラ湾やリンガエン湾を代表とする多くの湾がある。ルソン島とその周辺の島々からなる、ルソン諸島は、ミンダナオ島と周辺からなる、ミンダナオ諸島、及び、ルソンとミンダナオの間にある、ビサヤ諸島と並ぶ、フィリピン諸島を構成する三つの群島の一つとなっている。ルソン諸島は、ルソン島のほか、バシー海峡を隔てて、台湾と面するバタン諸島、 バタネス州、その南のバブヤン諸島、ルソン島南部のカタンドゥアネス島、ボアク島、マリンドゥク州、マスバテ島、ロンブロン島、ロンブロン州、ミンドロ島などからなる。北は、ルソン海峡、バシー海峡、バリンタイ海峡などに分かれるによって、台湾と隔てられ、東は、フィリピン海、太平洋、西は、南シナ海、フィリピンでは、 ルソン海とも呼ばれるに面しており、南は渋谷海によって、ビサヤ諸島、ミンダナオ島をはじめとする他のフィリピンの島々と分離している。ルソン島は全体に山勝ちで火山地帯でもある。フィリピンで2番目に高い標高2922メートルのプラグ山、MT プーラグや、その優美な形で有名な火山、マヨン山はルソン島にある。 島の北部はフィリピン最大の産地、コルディレラセントラルとなっており、プラグ山もここにある。コルディレラセントラルの東部は、フィリピン最長の川の流れる盆地、カガヤンバレーがある。その東には、太平洋沿いに、フィリピン最長の山脈、シエラマドレ山脈がそびえている。シエラマドレは、島の北部から中部、南部へと蛇行している。 シエラマドレと、その西のサンバレス山脈の間がこの国最大の、平野、中央平野、中央ルソン平野、セントラルルソンプレーンである。およそ一万千キロメートルに及ぶ、この平野が、フィリピン最大の米作地帯である。平野を流れる川の中で長い川は、北へ流れると南へ流れるである。平野の中には、孤立した山であるあらやっと山がそびえている。 サンバレス山脈の一部、カブシラン山脈には1991年に大噴火を起こしたピナットボ山1759メートルがある。サンバレス山脈は北に伸び、島の中部にハンドレッドアイランズ国立公園で有名なリンガ園湾を形成している。同じく南へも伸びており、サンバレス山脈の一部、カブシラン山脈はマニラ湾をサグパターン半島を形成している。 マニラ湾は、その大きさ、戦略的位置から、東アジアでも、最高の天然の良好となっている。マニラ湾の南東には、フィリピン最大の湖、バエコ、ラグナデバエ、ラグナデベイがある。この表面積 949km の湖からは、パシック川がマニラ湾へと流れ出している。パシック川は、メトロマニラの中心部を流れているため、 その歴史上果たした役割から、フィリピンでも最も重要な川となっている。バエコのわずか2 0トル南西にあるのは、タール湖、トルレークで、島の南西端の位置にある。このカルデナ湖の中央にはフィリピンで一番小さな火山、タール山が浮かんでいる。この小さな火山がかつて巨大なクレーターを作り、湖にしたのである。タール湖を取り囲む地域はかつて戦死時代にあった。 巨大な火山の一部であり、その裾野は、カビテ州の南半分、多外大使、バタンガス州全域を覆っている。ルソン島の南西沖には、ベルデ島水路で隔てられた、ミンドロ島がある。この水路は、東の南シナ海と西のをつないでいる。タヤバス湾の南には、ボアク島、マリンデュケ島がある。ルソン島の南東部は、島本体から長く伸びる。 ビコル半島によって構成されている。ビコル半島は、ルソン島本体とは、タヤバス地境でつながっている。地境の南には、ボンドゥク半島が伸びている。山勝ちで幅が狭く細長い半島は、約150キロメートルにもわたって伸びている。半島は蛇行しており、多くの湾が形成されている。半島付け根の北海岸には、ダモンベイがあり、アラバト島。 アラバットやその北のポリロ島、プルリなど、ケソン州に属する島が浮かんでいる。その他の湾には、サンミゲル湾、サン、ミゲルベイ、ラゴノイ湾、レイガーノイガルフ、ラゲイガルフ、ソーセゴンベイなどがある。ビコル半島東部、カラモアン半島沖にはマケダ海峡を挟んで、カタンデュアネス島が浮かんでいる。ビコル半島の先端の南東には、サンベルナルジの海峡を挟んで、 サマール島が浮かぶ。ビコル半島は多くの火山のある場所でもある。最も有名な火山はアルバイ州にあるマヨン山である。高さ2460メートルのシンメトリカルな清掃火山は富士山よりも鋭くビコール地方のシンボルともなっている。その他の火山にはカマリネススル州のとソルソゴン州のブルサン山がある。ビコル半島南西沖合にはピカオ島。 ブリアス島、マスバテ島がある。ルソン島は農業、林業、工業、サービス業などにおけるフィリピンの主要な産業地域である。この島での米の生産口は国全体の60%を占め、とりわけ中央、平野や谷平野がその中心である。南ブルソンやビコル半島はココヤシの栽培が盛んで世界で 最大規模のプランテーションが見られ、生産されるコプラは、フィリピンの重要な輸出品である。首都圏メトロマニラは、フィリピンの主要な企業のほとんどが集積し、サービス業や製造業の中心地となっている。フィリピンで最古の人類は、22000万2千年前に当時、陸続きだったアジア大陸から渡ってきた、後期旧石器時代の人々であったと見られる。 ネグリトやアイタなどの先住民はこの時代の人々の末裔とされる。紀元前2500年頃から台湾からオーストロネシア人がカヌーで海を渡り、マレー諸島など太平洋各地へ拡散し始めた。現在のフィリピンの人々の大半はオーストロネシア語族の一部であるマレーポリネシア語群の言葉を話す。ルソンは中国と東南アジア、インド、 アラブとの中継貿易で栄えた。また一部のルソンの人々は、マライ人継承人らを通じイスラム教を取り入れていた。中国の記録には、現在のマニラの一部である、トンド、東都に首都を置く、ルソン国の存在が記され、モンゴル帝国との戦いに敗れた南宋の残党がたどり着いて建国したとの言い伝えも、ある。スペイン征服に前後して、日本の商人もルソンと交易し、 戦国時代の商人、ナヤスケザエモン、ルソンスケザエモンはここで貿易商を営むことで巨万の富を得た。1500年代初頭、マラッカを征服したポルトガル人は中国とマラッカの間にあるとされるこの貿易国家のことをルソニア、ルソンヤ、またはルソン、ルソンと記している。16世紀の終わり、太平洋を越えてきたスペイン人との最初の接触が起こった。 コンキスタドール、征服者であるマルティンデゴイティ、フアンデサルセイド、そして彼らの指揮官であるミゲル・ロペスデレガスピは、セブ島に拠点を確保し、1570年から1571年にかけてマニラを占領して、フィリピン諸島の領有を宣言した。以後、ルソン島は、メキシコ、ヌエバ・エスパーニャの支配下となり、メキシコと中国を中継する。 ガレオン貿易の拠点となった。スペインから赴任する白人支配層は中国の陶磁器やメキシコの銀などの貿易に力を注ぐ一方、内政は元来の現地人市長を間接支配することで済ませていた。植民地統治の大きな部分は多くの土地を所有しつつ現地人たちを強化するスペイン人の修道会が担っていた。白人支配層は任期が終われば スペインへ帰るだけだったが、スペイン人やメキシコ人の軍人ら下級白人は、フィリピンに留まり、現地人の市長らの娘と結婚することで地位を確立しようとし、その子であるメスティーソらは、フィリピンの現地支配層となっていった。一方、スペイン人到来前から住んでいた、中国人らも現地人と結婚して、中国系メスティーソとなり、商工業を支配した。18世紀には、 内政が停滞し、イギリスによるマニラ攻撃やガレ温泉攻撃などで植民地支配は破綻し始めた。さらに19世紀になり、メキシコの独立でガレ温泉貿易は途絶した。スペイン人支配者は中南米の独立の結果ますます保守的になっていったが、スペイン本国へメスティソのエリート層が留学して高い教育に接したり、 スペイン本国や中南米から渡ってきた人々がフィリピンに自由主義思想や各地の独立運動の情報を伝えたりしたことでフィリピン人の意識は変わり始めた。メスティーソのうちのエィート層、教育を受けた人々を意味するイルストラドエレストレイドウスと呼ばれるは権力を独占するスペイン人支配層に対する不満を募らせ一方でスペイン語を介しない喫水の現地人らの民は 地主や修道会に対する反発を深めた。これらがやがてフィリピン革命につながる。フィリピンの反スペイン独立運動は、米西戦争に伴うアメリカが死中国の参戦で、天気を迎えスペイン人支配者は倒された。しかし、フィリピンを植民地化しようとするアメリカは、メスティーソのエリとイルストラドを中心とする。 フィリピン人独立勢力と次第に対立するようになり1899年に米非戦争に発展した。米非戦争によりフィリピン第一共和国、マロロス共和国は崩壊し、多数の農民兵らがアメリカ軍に殺された。アメリカ陸軍准将 J. フランクリンベルはニューヨークタイムズにこう述べている。ルソンの現地人の6分の1はこの2年で デング熱で死ぬか戦争で死んでいる。殺戮による生命の損失だけでも大きかったが、私は誰一人として合法的な戦争の目的のため以外に殺されたものはいいと考える。フィリピン人はずるく立ち回り彼ら自身のやり方で戦っているので、他国ならおそらく厳しい基準で見られることを適用する必要がある。アメリカはフィリピンに、 多くの役人や教師を送り込み民主主義のショーケースとすべく改革を行った。フィリピン人社会を支配するエリート階級イルストラドはアメリカの支配に取り込まれ植民地政府の要職に投用された。この層はアメリカ統治時期に財力や土地所有を増やし富を蓄えた。しかし英語による教育の普及や経済の発達でフィリピン人の国民意識は 高まり独立の声はやまず、1935年には、アメリカ政府も10年後の独立を約束し、フィリピンコモンウェルス、独立準備政府が発足した。1941年末から1945年までの太平洋戦争で、ルソン島は日本軍の侵略と占領を受けたが、フィリピンの戦い及び、フィリピン第二共和国、一方でこの時期に、 マニラ周辺のタガログ語が支配に使用され、フィリピンに広がった。イルストラドのうち、第二共和国に参加するなど、日本軍に協力する者も,も多かったが、アメリカで亡命政権に参加する者もおり、アメリカ極東陸軍、ユサフェの残党将兵は引き続き、ユサフェを名乗って、ゲディラ組織を作り、ゲディラ戦を展開した。また農民、労働者層は、フィリピン共産党の指導下で、 福原ップ、抗日人民軍を結成し、日本軍を苦しめた。ルソン島は、フィリピンの戦いの最中の1945年、アメリカ軍により奪回されたが、ルソン島の戦い、戦争で都市などのインフラは、徹底的に破壊された。また、福原ップが、戦後も、勢力を持ち、フィリピン政府やアメリカ軍と戦い続けた。1946年、 フィリピンは独立した。しかし、クラーク空軍基地やスービック海軍基地などアメリカの軍事基地は残り、フィリピン政府に対し以後もアメリカ政府が影響を持ち続けた。フィリピンは1960年代まではアジアにおいて日本に次ぐ第2位の経済規模を誇ったが、やがてフェルディナンド・マルコス政権後期に円故主義がはびこると経済が停滞し、 韓国や台湾などに大きく水をあけられるようになった。ルソン島に住む民族はマレー系が主で島に分けられる。また山岳部には少数民族、ネグリトが住む。サンバレス州のアエタ人、カガヤン州のイバナグ人、コルディリエラ行政地域のイゴロット人はその代表的存在である。歴史的に中国人、日本人、スペイン人、 アメリカ人の血を引く者も,も多い。近年では、フィリピンの中部や南部の諸民族出身者がマニラに住み、インド、中国などからの移民も多くなっている。主な言語は、マレーポリネシア語群に属している。国語のフィリピン語もこの中のタガログ語を元にしている。北部のイロコス地方や、カガヤンバレー地方には、イロカノ語を話す、イロカノ人が住む。中部のパンガシン州には、 パンガシナン語を話す。パンガシナン人がパンパンガ州や、パルラック州にはパンパンガ語を話す。パンパンガ人が住む。マニラ周辺を及びその南はタガログ語が話され、さらに南のビコル半島ではビコラの語が話される。カ人の中には、福建省南部のビンラン語の方言であるランナン語、和紙話を話す者もいる。スペイン語は、植民地時代は、 高い教育を受けることのできたフィリピン人エリートイルストラドとスペイン人支配者の言語でありフィリピン革命後のマロロス共和国憲法でも公用語とされしかし人口の大半を占める農民たちはスペイン語教育を受けなかったため地元の言葉しか話せず政治にも関わることができなかったアメリカ統治時代英語教育が一般の人々にも行われたため スペイン語の利用は激減した。英語教育を受けた人も多く、高い教育を受けた人々は、ビジネスシーンで英語を話す。ルソン島の主な宗教はカトリックであるが、アメリカ統治時代以降に広まった、プロテスタント、フィリピン革命の時代に、カトリックから分離したフィリピン独立協会、フィリップ・ニンディペンドント・チャーチ、ギーレシア・フィリップナ・インデペンジエンテ、20世紀初頭に、 誕生したキリスト教系の信仰宗教イグレシア、ニクリスト、ギーレシア NI クリストの信者も多い。山岳部を中心に伝統的なアニミズムなども生きている。このほか、フィリピン南西部出身のモロ人や中国移民がマニラに増えたことにより、イスラム教や仏教も広がりを見せている。ルソン諸島は8つの地方に分かれ、さらに37の州に分かれる。このうち7州は、 バタン諸島、マスバテ島、ミンドロ島などの離島で、ルソン島本土にはない。八つの地方は以下の通りである。各地方の行政中心都市は観光局のオフィスがあるなど公式上のものであり、実質的な意味はない。実際の政治的な力は各州に分散されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。